ジラフマナージラフマナーは、ケニアナイロビ郊外の乱型にある、小さなホテルである。ジラフセンターを併設しており、絶滅危惧種である、ロスチャイルドキリンの生活の地として機能し、種の保存のために都いを野生に戻す繁殖プログラムを実行している。マナーは、荘園などの意味である。ジラフマナーは、スコットランドの狩猟小屋をモデルとして、マッキントッシュ・トフィーで知られるマッキントッシュ家の一員で、 あるデイビット団官によって1932年に建設された。ナイロビシナンタンのムバガキ川沿いの土地で、当初は150エーカーの敷地だった。1960年代、地元の投資家に買収され、デニスレイキンなど何人かの人に賃貸された後、借り主がいなくなり、荒廃した状態になった。1974年、この土地は作家で、 自然保護活動家のベティ・レスリー・メルビルと夫のジョックによって購入された。購入したのは元の150エーカーのうちの15エーカーだった。その後、60エーカーを購入し、ピーター・ビアードからホグ牧場の一部の40エーカーを寄贈されて、総面積は115エーカーとなった。ジラフマナーの正面玄関に頭を突っ込んでいるキリン。1983年。 ベティの息子のリック・アンダーソンとその妻は小さなプライベートホテルとしてジラフマナーの運営を引き継いだ。このホテルでは宿泊客は朝食用のテーブルから玄関や2階の寝室の窓を通してキリンに餌をやることができる。ホテルには12の客室があり、そのうちの一つには作家カレンブリクセンの所持品が残されている。ホテルの宿泊客にはエレン・デジェネレス、 ポーシャデロッシエディー・ゴールディング、ナオミ・ワッツ、エディ・ベダー、ウォルター・クロン・カイト、ジョニー・カーソン、ブルック・シールズ、リチャード・チェンバレンダがおり、2007年のバージン・アトランティック航空のロンドン・ナイロビ・ビン集の際には、リチャード・ブランソン、ユアン・マクレガー、チャーリー・ブアマンが利用した。2009年3月、ジラフ・マナーは、ミッキー・カー・ハートレイ夫妻によって購入された。夫は、 サファリコレクションとして、ロッジやホテルを運営しており、その中には、土地を所有する地元のサンブル族の人々に一泊一人、あたり58ドルの家賃を支払うサンブル群の、ササーブロッジがある。ジラフマナーとササーブロッジは、BBC のテレビドキュメンタリーで取り上げられた。ありがとうございます。